2023年12月15日に現在のオーストラリアで政権を担当するアルバニージー首相は、アメリカの議会がこれまで承認したことがなかった原子力潜水艦の第三国への売却を初めて認めたとして、歓迎のコメントを発したよ。これはアメリカの下院議会が前日の12月14日、2024年度分の過去最大規模の国防予算の概要を定めた国防権限法案を可決したことを受けての反応で、2021年9月に電撃的に締結された新たな軍事同盟オーカス沖な成果だと評しているな。さて今回はオーストラリアへのバージニア級攻撃型原子力潜水艦の売却が本決まりした件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。オーストラリア、イギリス、アメリカの3カ国が締結した新たな軍事同盟のオーカスは、近年の中国が軍事力の拡大を背景にインド太平洋地域で推進している支配地域の増大に、大きな抑止効果を生むことを目的としたものと言えるんじゃないかな。オーストラリアのアルバニージー首相は、今回のアメリカの下院議会の国防権限法案の可決を受けて、その内容はオーストラリアがアメリカからバージニア級攻撃型原子力潜水艦を入手することを意味すると述べたよ。これまでにもオーカスの締結によって、オーストラリアはアメリカから少なくとも5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達し、以後は主にイギリスとの協力で新型のオーカス攻撃型原子力潜水艦を建造する方向であると報じられてきたよな。今回のニュースはその動きを確固たるものとする政治的で具体的な第一歩であると目され、オーストラリアが直面している国家の安全保障政策上において、大きな節目となることを世界に示した形と言えると思うぜ。アメリカの下院議会が今回承認した2024年度分の国防権限法案は、総額でおよそ8860億ドルにも及ぶんだけど、その内容にはオーカスに関するオーストラリア向けの攻撃型原子力潜水艦の売却に止まらず、ウクライナへの軍事支援も含まれてはいるみたい。このところのロシア・ウクライナ戦争においては、アメリカからのウクライナへの軍事支援が危機的な状況にあるとの報道も多かったことから、その意味でも西側諸国にとっては歓迎すべき内容だと言って差し支えはないだろうね。こうした報道を受けてオーストラリアのマールズ国防大臣も、アメリカが第三国に原子力潜水艦の売却を承認したことは初の出来事であると発言しており、同国が寄せる期待がいかに大きなものであるかが伺える状況だと思う。そんな攻撃型の原子力潜水艦の入手の進展に沸くオーストラリアだが、現状の潜水艦戦力は通常動力型の攻撃型潜水艦のコリンズ級を1996年7月から2003年3月にかけて6隻保有運用しているのみで、その老朽化が課題となっているんだって。コリンズ級は水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル。全幅が 7.8 メートルの規模を持つ通常動力型の攻撃型潜水艦で、すでに最終6番艦の乱筋の収益からも20年以上の歳月が経過しているな。このコリンズ級はスウェーデン海軍のベステルエトランド級、水上排水量1070トン、水中排水量1143トン、全長 48.5 メートル。全幅 6.1 メートルをベースに大型化した潜水艦で、主兵装として533ミリメートル魚雷発射艦6門を艦首部に装備しているぜ。日本の海上自衛隊との比較で言えば、同時期に建造され今は実戦配備中の潜水艦としては最古参の親潮型にほど近く、こちらは基準排水量2750トン、水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル。全幅 8.9 メートルとなっているよ。親潮型はネームシップにして1番艦の親潮が1988年3月、最終11番艦の持ち潮が2008年3月に収益を迎えた艦艇だけど、すでに1番艦親潮は2023年5月に除籍、2番艦満潮、4番艦巻潮も練習潜水艦に変更されているね。したがって現時点で海上自衛隊が実戦配備を継続している親潮型は8隻を残すのみとなっているんだけど、
ご存知のように海上自衛隊では年に1隻ずつの新造艦を戦列に加える形を継続しており、2031年までには全てが入れ替わることが予期されているんだ。地方を広い排他的経済水域と領海とで囲まれた島国である日本にとって、海の防衛を担う海上自衛隊はその戦力の中核に潜水艦隊を置いており、その維持と運用とは自国の国防の要となっていることは言うまでもないよな。現在の海上自衛隊ではこうした潜水艦隊を22隻体制とすることをかつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略において明記しているが、現行の体制を敷くことが定められたのは2011年度からで達成に至ったのは昨年2022年のことだぜ。2011年以前の防衛計画の対抗においては海上自衛隊の潜水艦隊は16隻体制が敷かれていたが、中国をはじめとする近隣の国家の海軍力の増加を鑑み、6隻を増やして安全保障体制を強化する方針へ変更された経緯があるよね。したがってそれ以前までも年に1隻ずつの潜水艦の新造艦の追加は行われていたんだけど、それは裏を返せば最低で16年で潜水艦は実戦配備を外れる状態だったと言え、今はそれが22年のサイクルへと伸ばされたということができるんだ。こうした海上自衛隊の潜水艦隊の大体のサイクルに関しても、それに否定的な見解を示す一部の勢力からは無駄に防衛費をつぎ込んでいるとの批判は当然あったわけだけど、このサイクルが日本の通常動力型潜水艦の建造技術の蓄積にもたらした貢献は大きいよね。翻ってオーストラリアの潜水艦の運用状況に話を戻せば、現時点ではアメリカからの売却が正式に承認されたバージニア級攻撃型原子力潜水艦であるが、早くともその配備は2030年代の前半と目されており、未だしばらくの時間を必要とするぜ。そのギャップを埋める必要があるため、オーストラリアは現行のコリンズ級に近代化改修を施し運用期間のさらなる延伸を図るものと思われているが、そもそもコリンズ級は開発段階から様々な問題にさらられていた艦艇だったわけだ。コリンズ級は一言で言えば、潜水艦の要艇とも言える静粛性に大きな問題を抱えてきた経緯があり、他の不具合も少なくなく信頼性に乏しく、一時期は6隻中で稼働可能な艦艇はわずかに1隻という事態に陥った時期もあったほどだったな。こうした状況下、オーストラリアはコリンズ級潜水艦の代替を進めるべくプロジェクトを始動させ、2016年4月にはフランス、ドイツ、日本によるコンペの結果、フランスの提案を採用し新たな通常動力型潜水艦アタック級とすることを決定したよ。フランスの案によるアタック級潜水艦とは、フランス本国で計画中のシフラン級攻撃型原子力潜水艦の機関部を通常動力型に換装するという手の込んだもので、決定時には一部で懸念する声が上がったものだったんだ。当時の日本はこの時のコンペにはその時に自国でも最新型であった双流型を提案していたとされ、一時期はアメリカが日本の双流型の採用を推しているとの情報もあり、初の大型防衛装備品の輸出成功かとの期待も高まったよね。しかし当時のオーストラリアは国内の製造量の縮小傾向を政治的にカバーすることを、アタック級の採用にあたっても重視していたとも言われ、日本の場合は双流型は完成品を輸出する形しか提示できなかったとも伝えられているぜ。それに対してフランス案はオーストラリア国内での建造を条件に加えて提示を行っていたとも伝えられ、結果としてそれが大きな決め手となってアタック級の受注を獲得することに成功したとまで言われたほどだったな。結果として2016年のオーストラリアのこの判断は、猛烈な勢いで海軍力の増強を図り南シナ海を手中に収めようとする中国の動きの前に見直しを余儀なくされ、またアタック級の計画の遅延と費用の増大もそれに拍車をかけたと言われているらしい。こうした流れからコリンズ級の近代化改修に費用を投じるくらいなら、いっそバージニア級やオーカス級の収益までのつなぎに再度日本からの通常動力型潜水艦の、調達の可能性があるのではないかとの声も一部で囁かれているみたい。ただし個人的にはこれまでの経緯を総合して考えてみても、
今さら日本が通常動力型潜水艦をオーストラリアに売却することが現実的にあり得るとは到底思えず、憶測の域を出ない見方だと感じているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上における実射試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていたよね。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこの実射試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明したぜ。今回はそんなレールガンの実射試験について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業者の浦賀造船所によって1993年4月に起工。1994年6月に浸水、1995年3月に収益を果たした艦艇で横須賀を母港とする開発隊軍技術評価開発隊に所属しているよ。この試験艦アスカは基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦体に複数のガスタービン機関を組み合わせた。コグラグ方式の機関部を搭載、最大で出力4万3000馬力、速度27ノットを誇るんだ。ちなみに海上自衛隊における試験艦アスカは、同隊として初の司司階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られているぜ。試験艦アスカは総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも海上自衛隊の兵装面では新型対戦ロケットの丸7式 VL の試験や、新型単魚雷の12式魚雷等の試験を実施した経歴を持っているな。また2017年には地上配備型の12式地対艦誘導弾を艦載型とした、17式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも高名だと思う。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいてもその試験の舞台にアスカが用いられたことは必然であったと言え、当初防衛装備庁がこの試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方がむしろ不思議に感じられるほどだぜ。かつてレールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例はその点からも異例と言えるんじゃないかな。さて防衛装備庁だけど、この試験艦アスカにおいて実施した洋上における実射試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に、2023年12月頭に公開、その特性を紹介しているよ。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっているんだ。まずこの動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実射試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられているところから始まるね。そして電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性としてこれまでの作薬を使用する火砲と異なり、弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げているな。加えてこれまでにレールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、的である金属板を貫通する様子が収められているぜ。この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは、
対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっているわけだ。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中、これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出されるよ。その時のナレーションでは、こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を時間に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられているね。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は40ミリ、弾丸の発射時の初速は秒速でおよそ2297メートルを達成。これはマッハ7弱に相当するものだったんだ。この時地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては当然連射を可能にする必要があるんだけど、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見えるよね。さらに今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40mm よりも、小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは未だ判然とはしていないぜ。これまでに日本の防衛省ではレールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度もおよそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させているよな。現時点で日本の防衛省はこのレールガンは開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ、将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだったよ。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうけど、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかるよね。アメリカでは日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと、共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯があるからな。これはアメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれはおよそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを中国やロシアが開発する事態に直面したことによるものだぜ。そのためアメリカではレールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそもレールガンの運用がそのままで可能な。現行の水上戦闘艦はズムボルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったと目されているわけだ。アメリカ海軍の艦艇の中で主力を務めているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていたからね。無論アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だけど、その新型艦 DDGX の建造は早くとも2028年以降に開始予定となっており、すぐにある程度の数が収益することにはならないよ。そうした観点からもアメリカがレールガン開発を中止したことは理にかなった判断だったとも感じられ、逆に中国海軍はアメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられているな。日本でも水上戦闘艦に連射が可能なレールガンを早期に実用化することは、こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装として、まず実用化することが現実的なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では動力源に原子力推進を使用するものはなく、
すべてが通常動力推進艦で構成されているよね。とはいえ世界の海軍に目を移せば多数の国が保有と運用と、そして一部で退役後の保管も行われているよな。そうだね。さて今回は原子力推進を機関とする航空母艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、稀に現ロシア海軍のキイロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めているんだ。そもそも原子力推進方式の航空母艦をこの2023年時点で保有運用している国はアメリカとフランスの2国のみで、前者がニミッツ90隻、ジェラルド・アール・フォード級を1隻、後者がシャルル・ド・ゴールと合計でも12隻しかないぜ。しかしアメリカは世界初の原子力推進型の航空母艦として1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は3年後の2015年5月から着手した状態ってわけだ。このエンタープライズの原子炉の処理は、IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社はアメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計建造燃料交換が可能な唯一の造船企業なんだ。エンタープライズはアメリカ海軍のそして世界で初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっているよ。エンタープライズにはウェスティングハウス社製の A2 ダブル加圧水型原子炉が合計で8機も搭載されており、その撤去には一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも多額の費用が必要となってくるんだ。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを実際に記念艦として復元し、保存することの意義については意見が分かれている感もあり、実際に最終的な措置がどのように推移するのかの決定には未だしばらく時間を要すだろうね。ちなみにエンタープライズという艦名はアメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・アール・フォード級の3番艦として2022年4月に寄港されたものにすでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みだぜ。そして今後のアメリカ海軍では、1番艦であるニミッツが1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有運用中のニミッツ級の退役も50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りでその対象が増加していくらしい。ニミッツ級は原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体はわずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についてもその工数は下がっていると思われるな。エンタープライズの場合、8機も原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なく見積もってもおよそ1000億円弱、多ければその倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は優に通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵するようだぜ。さて続いての原子力潜水艦であるがこちらは2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6か国が保有運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっているんだ。こうした中で西側諸国の中では、アメリカとフランスが退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるんだけど、残るイギリスはといえばこれを実施し始めたのは最近なんだよね。それまでイギリス海軍は退役を迎えた原子力潜水艦を特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があったんだ。前述したオーストラリア、アメリカ、イギリスの3か国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、オーストラリアはまずアメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を少なくとも5隻は調達すると目されているみたい。
その後、イギリスとの共同開発によって軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるんだけど、やはりその退役後の処分にはイギリス流のやり方が有力視されているよ。すなわちオーストラリアでは今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に経由して保管し、しかるべき時期を経た後に最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだな。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に自国で未知の領域である原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているんだと思うぜ。さてそんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月にアメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社はイギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表したよ。今回のこの両社の契約の目的はアメリカとイギリスの両国において、今後も退役後に原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されているんだ。前述したようにアメリカ海軍は2025年以降にミニッツ級航空母艦を順送りで10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越してその能力を高め、かつ同盟国や友好国にもその技術を戦略的に供与する意図がある模様だね。こうしてアメリアとイギリスは、原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも、協調協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろうな。フランスとしては急遽のオーカスの締結によって、本来自国がオーストラリアと進めていた、シフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を保護にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうかと予想されるぜ。さてイギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から初の解体処理に着手したことが報じられているね。今回 SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが初の解体処理に着手した対象は、1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアだよ。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして1番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に31年もの経由保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け燃料と放射性物質の除去を実施するみたい。SDA サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦隊に使用されている鋼材や部品は9割以上を再利用もしくはリサイクルが可能と述べているな。イギリス海軍はスウィフトシュア級より以前の、バリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻も全て経由保管しており、今回のスウィフトシュアは予定では2026年内に解体を終えるとしているんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。